ニューオーリンズトレメ地域でのジャズフューネラルセカンドラインとはルイチアーナ州ニューオーリンズのブラスバンドを伴った伝統的なパレードの名称。そこから生み出された独特のリズムはセカンドラインリズムあるいはセカンドラインビートなどと称されニューオーリンズのジャズ、R&B、ファンクなどの音楽の重要な要素となっている。セカンドラインは ジャズフューネラルというニューオーリンズ独特の葬儀のパレードから生まれた。ジャズフューネラルでは、パレードは先頭を歩くファーストラインとその後につく、セカンドラインとに分かれる。ファーストラインが個人の遺族及び関係者のみである一方、セカンドラインとはブラスバンドの奏でる音楽に魅せられ、ファーストラインの後について参列する人々のことである。 ニューオーリンズの典型的なジャズフューネラルでは、重々しい葬創歌や賛美歌を演奏する、ブラスバンドと共に、個人の遺族や友人、関係者が葬儀場から墓地まで棺を運んで、パレードする。埋葬を終えた後のキロのパレードでは、ブラスバンドは賑やかで活気のある曲を演奏する。多くの場合、スイング感のある賛美歌やスピリチュアルな曲から始まり、パレードが進むにつれ、ポピュラーで、 ホットな曲へと移り、盛り上がっていく。墓場までの重々しい演奏が個人を悼むためのもので、あるのに対し、キロの演奏の明るさには、魂が解放されて天国へ行くことを祝う意味が、込められているとされる。このブラスバンドのキロの演奏を楽しむ目的で、ファーストラインに続いて、街を練り歩く人々が、セカンドラインである。その多くは音楽に魅せられた。 通行人や地元の住民などであるが、ミュージシャンの葬儀などの場合、個人のファンが加わることもある。彼らは音楽に合わせて踊り、ハンカチを振り、色とりどりの傘を掲げて、パレードを盛り上げる。セカンドラインパレードへの参加者は、セカンドライナーズなどとも呼ばれる。ニューオーリンズには、地元のコミュニティに根ざしたソシャルエイドプレジャークラブという生活支援組織が存在し、 彼らがブラスバンドの手配を含めジャズフューネラルを取り仕切ってきた。彼らはこのことからセカンドラインの伝統の守護者などとも称されている。今日でもニューオーリンズでは伝統的なジャズフューネラルは健在である。またセカンドラインパレードはジャズフューネラルとは切り離した形でも一年を通して日常的に行われている。主に日曜日の午後に ニューオーリンズ市内の通りで様々な団体の主催するパレードを見ることができる。またニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバルなどのイベントでもパレードは連日組まれている。ありがとうございます。